こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はジョンソン山下さんからの情報をコメント欄にいただきまして、非常に魅力的な盛り具合のお店があるとのことで、北大宮の方まで足と顎を伸ばしております。で、待って、今いきなり目に飛び込んできましたのはこちらの、これカフェなんですって。すごい渋いね。ほら、草の中にカフェの文字で、アートカフェ浜田さんですって。何これ、めちゃ素敵。やっぱ大宮近辺ってまだまだね、来るたびに僕が知らない名店たくさんあるんだよな。こう見ていきますと、やっぱり民家一体型のお店、大志といったイメージなんですかね。こちらのお店は草餅のお店ですって。本当に閑静の中にこういうお店が点々としておりまして、旅館なんかもあるんだ。こちらが旅館さつきさんで、氷川神社の方に向かう道の途中にある旅館ということですかね。ちなみに駅からは徒歩14分くらいの場所にあるお店だそうでございまして、なのでね、結構森がいいので、その前のいい運動になる距離感といった感じでございますね。はい、氷川神社ですね。そんで氷川神社には向かわずにこっちに折れていくといったイメージのようです。さあ、そしてアルティージャのスタジアムが見えてまいりました。こんな住宅街の中に急にスタジアムあるんだね。これなんか本当に地域密着の感じなんだね。そんで今 NAC5 大宮スタジアムに着いたと思いましたら、なんとその向かいに今回の目当てのお店ありました。手打ちそばうどん奥信州さんでございます。いや、住宅街からの急な旅感で、その向かいにサッカーのスタジアム、とんでもない変わった立地ですね。これはワクワクしちゃうぜ。ちょうどオープンしたとのことで入っていきましょう。ワクワクする。さあ、というわけで入店しまして、なんとこの和の空間、お座敷の中のテーブル空間からスタジアム の入り口とかも見える感じ、これはちょっとナイス空間ですよね。めちゃめちゃ楽しい空間だ。そしてメニューを見ていきますけれども、あらららららら、手書きのつけ麺はつけ汁きつねうどんそばから、つけ汁豚南うどんそば、つけ汁鶏南蛮そば、つけ汁カレーそばうどん、つけ汁鴨南蛮そばうどんと揃っておりまして、後ろはご飯物、カレー丼とかエビ天丼、天ぷら定食、そぼろ丼と、写真がないのよ。で、全部ボリューム感がすごいそうなんですね。で、まだありまして、冷やし物ね、盛りそばうどん、ざるそばうどん、とろろそばうどん、山菜きのこおろしそばっていうのがありますね。これはうどんがないと。そして冷やし物、アナゴ天ざるそばうどん、天ざるそばうどん、ミックス天ざるそばうどんと揃っておりまして、さらに温か物、温物、若鶏うどん、鴨そばと、そしてスペース結構ある感じでございますね。そして、あ、こっちにあるんだ、もっと温か物がね。で、かけそばうどん、きつねそばうどん、山かけそばうどん、山菜きのこそばうどん、カレー南蛮そばうどん、力うどんとありますが、本日はリクエストにもありました土日限定ランチというものがありまして、ランチ天ざるそばうどん、ランチ天丼、ランチ天定食そばまたうどんというのがあって、ランチ穴子天ざるそばうどん、ランチ穴子天丼、ランチ穴子天定食とかで、そばうどんは温かいものに変更できますと書かれておりますね。これの土日限定のランチ天ざるそばというのがおそらく半端じゃないやつだと思われますので、これ注文してみましょう。一日ご飯いらないです。よいしょ。さあ、注文してまいりましたよと。よいしょ。うわ。いただきます。こんなに多いんです。いただきます。どうぞ。いただきます。ちょっとビビるぜ。注目集めたぜ。これは1800
20円で、このボリュームは半端ない。いや、スタジアムの目の前で、すごいな。なんちゅう盛りなんだ。天ぷら一個一個めちゃでか。でかこれ。すっごい迫力だな。これ間違いなく、いやちょっと画面に収まんない、間違いなくメガ盛り。いただきます。こんくらい引かないと無理か。すごいな。ではまずはこうかぶさって、あ、なるほどね。これおつゆが2つ分あるといった感じで、じゃないと確かにこれ無理だもんね。無理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 だ。だからこれをこうして、薬味もこっちにたっぷりあるし、うずらもあるの嬉しいね。すんごいね。で、お蕎麦平打ちの感じだ。一本一本短めなんだね。いや、最初の一口がおつゆなしでオンリーでいこうかと思ったんですけど、間違えておつゆつけちゃったんですけども、おつゆは程よい甘さで、甘スイーツっていったおつゆでございまして、これね、量いけるタイプの美味しいおつゆで、やっぱりおそばこの手打ち感ね、美味しいし、おつゆつけてもそば粉の風味しっかり感じることができました。これ量だけじゃないぞ。いや、食べても食べてもなんか増えていかない。これ増えていくもんだな、おそばって。わかんないですけども、そんでさ、このさ、太さもちょっと乱雑な感じするし、平べったいおそばの模様とウェービーな感じが、このうまさを物語ってません？完全にジブリ映画でさ、セリフとか何もないけども、髪の波形だけで感情を表すあのシーンみたいな感じで物語ってますよね、うまさを。天ぷらは天つゆでいっちゃいました。もう多分サクサクの、あ、量もか、なんかメニューの数も多いね。まずお茄子からいきますけれども、よいしょ、ちょんちょんとつけて、わあ、これも大胆な大きさ。大きいのに柔軟、長身なのに柔軟みたいな、味のイブラヒモビッチみたいな。で、これもいってみましょうか。これはもう表札くらいでかいやつですけども、そうですね、これ人参でした。このでかいやつ何かと思ったら人参だったんですね。人参このでかさめちゃくちゃ嬉しいじゃん。ちょっと待って、これよく見たらさ、天ぷらの量もやっぱりエビが隠してたのもあるんですけども、他のかぼちゃとかもめちゃめちゃ大きい。今かぼちゃとイカもあるのね。で、ピーマンがまだ今あって、これだけでもはっきり言ってもうお腹いっぱいになるわ。なのにこれがあるんだ。これ減ってる？大丈夫？なんかまた増えてない？ほっといたら、ほっといたら膨れるタイプかな。味の彼女みたいな感じなのかな、もしかして。では薬味の方も入れていきましょうかね。大根おろし、ネギで、わさびとかは後から投入しましょうかね。うずらも取っておきましょう、楽しみにね。まずはこのさっぱり系を沈めて、まだまだありますからね、後半戦も。おいしょっと。やっぱり薬味ブーストは進むね。めちゃくちゃおろしの存在ありがたい。で、この公園の遊具にまんまなりそうな形のかぼちゃ、甘くて超美味しいかぼちゃでしたけども、そういえばおろしをこっちに分けてあげるっていう作戦もありましたね。そういえば
イカ天も当然超でかい。ガチだな。全デカ盛りだこれ。イカもあんなにでかいのに柔らかくて歯切れが良くてめちゃくちゃ美味しかった。でそろそろうずらのパターンでいきましょう。ではいよいよ最後の味変、わさび。わさびめっちゃ入ってるんですけども、麺につけるというよりも今回こっちのおつゆにも混ぜていっちゃいましょうかね。まだ麺の量もたくさんありますので、ガンガンいくっていう意味でもね、これでいっちゃいましょう。ここまで来ました。というかお蕎麦食べる方に夢中になって一旦エビのこと忘れてましたね。いわゆるラスボスですね。ごちそうさまでした。これは本当にすごい。今日これからトークライブです。90分。というわけで食べてまいりましたが、いやさすがでございました。さすが小盛りでも大盛りくらいの量があると言われるお店だけあって、めちゃくちゃなメガ盛り感でございまして、しかも美味しいときたもんですよ。大宮近辺のこのそばうどんの美味しさ何なんでしょうね。今回の奥信州さんみたいになんか外観とかすごく上品旅気分の感じで注文したらとんでもないメニュー、なんか暴れっぷりみたいなのがまたギャップがあってワクワクしちゃいますね。本当に美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、 NSA774 さんからのコメントで、エンディングアニメに最新おすすめ登録と出てますけど、最後のは盗賊の間違いですよね。間違いじゃないよ、ちゃんと登録で合ってます。盗賊じゃない。盗賊してる動画って何？お店のこのテーブルの脇の爪楊枝とかさ、小皿とか調味料を持って帰ってる動画はこちらですじゃないのよ。そんな動画一本もありませんから。関戸孝子さんからのコメントで、コンビニの前でヤンキーが倒れてたので声をかけたらハイジーにやられたって言ってましたけど、強いんだね、僕じゃない。もうなんで疑わないの？そのヤンキーさんの言葉を、ハイジーにやられた、なんだ、誰かが僕をはめようとしてる？なんかヤンキーの方に倒れてもらって声かけられたら、ハイジーにやられたんですって言って、なんか僕をしょっぴことする？別件で、別件逮捕のか、なんだ別件って。ロストフェラーリ27さんからのコメントで、エロサイト独り占めにしたいからちまちまコメ欄のリンク消す、ハイジーどういう感情なのそれ、よくわかんない。だから僕のねチャンネルのコメント欄のコメントによくね、あの返信がついてて、そこを見てみるとエッチなサイトのリンクがね貼られてるから、僕はねそれを一個一個ちまちま消すのよ。その消すっていうのは、それを間違いで踏んで変なサイトに行っちゃって何かが起きないようになるべく見つけ次第消すんですけども、そういう感情じゃなくて、このサイトは俺しか行かないようにしたいぜ、重くなってほしくないからな、アクセスとかしづらくなったら嫌だしな、とかいう気持ちで消すわけじゃない。ベーダスケオさんからのコメントで、ハイジー男前名言集、美魔女って旦那の金や家族の時間と引き換えに手に入れるんです、まさにそんな人は魔女です、そんなものに憧れないで、あなたは笑顔や愛で家族や私らを幸せにしてくれる天使なんですよ、僕は魔女より天使に魅力を感じますよ、というコメントがありまして、割とね返信でも素敵とか惚れ直しましたみたいな、なんかいっぱいついているんですけども、これ僕言いました、この美魔女さんに対してのこういうコメント言いましたかね。ただすごくね素敵っていう反応もあって、僕としてはだから言った覚えないってことは、だから脳で考えずに自然に口から出ちゃったのかな、そういうことかもしれない。